んです。あの2ヶ月ほど前に冷凍庫の中の大量の魚の穴を使って巨大なね、あのアララーメンを作ったことがあるんですけど、なんていうかあのちゃんとしたラーメンには仕上がったんですけど、なんかね個人的になんか納得いかないというか、なんかもっと美味しいものできるんじゃないかなとか思ってたんですよね。あのそうしましたら、あの僕がたまにちょこちょこ飲みに行く中洲のですねバーというか飲み屋さんがあるんですけど、そこのマスターというか店長さんというのか、ちょっとお話しする機会がありまして、うんで話をよく聞くと、そこのマスターというか店長さんがですね、元ラーメン屋さんだという。で、しかも多分全国的に、もう豚骨ラーメンといえばぐらいのものすごく有名なお店でも長年修行されていたらしいんですよ。その時のレシピがここにあるんですね。もうお酒を飲みに行ってるんで、グラスを置いてペンを持ちましたよね。まあ、ただ実質ここに書いてあるのは、スープの取り方であったりとか、あと返しの割合とか、ちょっとねそういったものしかお時間的にね聞けなかったんですけど、ちょっとこれを参考にしながら今回はこちらを使って豚骨ラーメンを作っていこうかなと。ということで早速今日も作っていきましょう。では早速スープを取っていきましょうかと言いたいとこなんですけど、今回全体としての流れとしてはラーメンの具を作ってスープを取って麺を茹でるっていうこういう流れでいきます。具材はチャーシューとキクラゲの2つだけで、キクラゲに関してはもうこの乾燥してるやつを水で戻して細かく切るだけなので、こちらはまあいいとして、まずはみんな大好きチャーシューから参りましょうか。で、僕これまでなんちゃってチャーシューとかトロトロチャーシューとか何回かねチャーシューは作ってきましたけど、今回のは言うなればちょいガチチャーシューって感じです。あの今回そこまで豚肉自体も大きいわけではないので、タコ糸で縛るほどもないんですよね。なのであまり煮すぎちゃうと、もうこれあの層に分かれてボロボロになっちゃうんで、まあ煮込み時間的には2時間いかないぐらいかな。比較的ささっと作れるチャーシューになるかと思います。では行こう。そしたら沸騰したお湯の中に豚バラ加えて、ちょっとこちら再沸騰させまして、再沸騰してきたらこのまま10分間ほどまず下茹でですね、あの今これ豚肉のこの肉臭さというかアクを抜いてる状態ですね。10分経ったら一度こちらを取り出しまして、この湯気という名の余分な水分飛ばして、今からこちらの表面を焼いて固める作業に入ります。まずはフライパンをご用意いただいて、ここに使うのがこれ、まあ、動画では久々の登場なんですけど、これ何かと申しますと、もつ鍋とかを作った時のもつの油とか豚バラを下茹でした時の油とか、そういったものを寄せ集めたやつですね。ラード的なやつ。こちらを加えて、今回このたっぷりめのラードを使って、なんていうか揚げ焼きみたいな感じにしていこうかなと。で、今回しっかりめに結構焼き付けます。なんかこう巻いてない分旨味がね結構出ちゃいそうな気がするんで、全面カリッとしっかりコーティングできたら一度これを取り出して、ここでちょっと一個補足です。あの今回ちょいガチチャーシューということで、アク抜きをした後すぐこう焼き付けに入ったんですけど、あの本物のガチチャーシューの場合、まあ、あのいろんな作り方はあるんですけど、この後あのチャーシューを煮ていく醤油ベースの煮汁というか煮だれ、その中にさっきのアク抜きでこうお湯から出した豚肉を漬け込んで、んで漬け込んだものを冷蔵庫で半日から1日寝かしてあげて、んで寝かしつけて中に味が染み込んだものを焼きつけるっていう方法があるんですけど、まあ言うても今回はねあのちょいガチチャーシューなんで、ちょっと漬け込む時間を省きました。ではこちらが今回の煮だれのベースになります。こちらから酒、水、醤油、みりん、お砂糖ですね。このお砂糖はザラメときび砂糖を1対1で合わせたもんですね。で比率としましてはこちらから4-3-2-1-1を覚えやすい。そうしましたらこちらを一つにまとめて、これでベースの出来上がり。お酒のええ香りがするわ。でここにさらに香味野菜を加えていくんですけど、今回加えていきますのがこちらの4種類。こちらからネギの青いところ、玉ねぎ、生姜、ニンニクですね。で一応量としては2本分2分の1個分6枚6粒ですね。ちなみに今ここに醤油だれが2リットル入ってます。
そうしたら全部一度これを合わせまして、ここで真打ち豚バラブロック加えまして、火にかけまして、だんだん沸いてきたらこのアクをお掃除してあげて、で沸騰してきたんですけど、さっき見てもらった通りこれ結構お酒の分量が多いので、今ガンガンアルコールの香りがしてるんですよ。なのでこのアルコールの香りが鮮度となるまでもうちょっとコトコト、あれから約10分、もうアルコールの強い香りはなくなったので、火を弱めてギリギリ沸騰するかしないかぐらいまでの温度にして、落とし蓋して、そして蓋をして、このままじっくりじっくり2時間で、ここでもう一個補足です。チャーシューってお湯でじっくりじっくり煮て、でその後こういった漬けだれに漬け込む方法と、こういう感じでこう漬けだれというか煮だれでこう煮込んじゃう方法、まあ両方あるんですけど、今回のはその後者の方ですね。でおそらくこの YouTube 上にもチャーシューの作り方っていっぱいありますんで、いろんな動画を見ながらなんかどれが一番自分に合ってるかなとか、そういったことを思ってもらえれば、みんな違ってみんないいチャーシューだもの。あれから4時間ほど経過しまして、今どんな感じかと申しますと、こういった感じですね。もう正直今ここの層を境目に壊れる寸前ぐらいですね。で今この状態だともうトロントロンなんですよね。ただ中にまで味は染み込んでない状態なので、一度もうこのまんまこの中で粗熱が取れるまで放置して、一度中に味を入れます。だいぶ粗熱も取れてこう落ち着いてきましたんで、これを密閉できる容器に入れて、ちょっと冷蔵庫で休ませます。ではいよいよここからスープ取りに入りましょうか。今回の豚骨がこちら頭蓋骨 100% ですね。俗に豚頭って言ったりする部分らしいんですけど、他にも原骨やったりとか豚足やったりとか、あと背骨とかね、背脂とか使ったりするんですけど、今回聞いたのはこの豚頭 100% らしいです。で今回のこちらが豚の頭そのまんまではなく、おそらく冷凍してある豚の頭をグイーンつって業務用のやつで細かく切ったやつですね。だからこれ脳みそとかね、目玉とかも全部ついてる状態やったんですけど、多分そこはねなかなか問題があるかなと思ったんで、そこはねもうある程度除去してあるんですけど、結構まだ血の気を感じるんですよねこれ。なのでちょっとまず水にさらして血抜きをしていこうと思います。やっぱ結構赤く染まりますね。じゃあとりあえずちょっとじゅんぐりじゅんぐり水を変えながら 1,2 時間ほどまず血抜きしていこうと思います。今これで2時間ぐらいかな、水にさらしたんですけど、もうだいぶ血も抜けてきましたね。でさっきもお話しした通り、目ん玉とかあと脳みそとかそういったものはもう除去してあって掃除はしてあるんですけど、まだこうちょっとしたこう取り残しとかもあったりするので、そこら辺はさっと洗って豚骨スープの煮出しに入りましょうか。でも実際聞いた内容でこういった脳みそとか目玉を取るとか血抜きをするとかっていうのは特に言ってなかったんですよね。ちょっと今アドリブでこれをやってるんですけど、これ大丈夫ね、もう脳みそからうまい出汁が出るとかそういったオチじゃないことを祈りましょう。では早速こちらを煮出していくんですけど、こういった大量の柄を煮込むときに使えるのが一家に一台ずんどん。そしたらまず柄を加えて、そしてお水、今だいたいこんな感じですね、かぶる程度って感じ。そしたら火にかけて、まず最初はアク抜きからですね。なんかアク抜きのための一回下茹でするとかそういったことはしないみたいです。でこのスープの取り方は2種類あって、呼び戻しっていうやつと取り切りっていう取り方、ちょっと語弊ありますけど、呼び戻しっていうのが前日とか前々日とかのスープとかを使って取るやり方で、今回のは取り切りっていうやり方で、今回のこの豚骨だけを使って作るやり方、多分家庭でされるなら取り切りの方が多分やりやすいかなと思います。でこの後黒いアクがまず出てきて、でそれを取り切ったら次白いアクが出てくるらしいんですけど、多分この量だったら黒いアクが30分、白いアクで30分、計1時間ひたすらこのアク取りの時間ですね。かさが減りすぎるとアク取れなくなっちゃうんで、その都度こう加水しながら、いやアクすごいね、めちゃくちゃ出るね、これが黒っぽいアク、止めどなく出てくるよ、あっつ。ちなみに今ずっと火加減は最強の火ですね。で寸胴下が焦げ付きやすいので、あっつ、こうやってぐるぐる回してあげながら、あっつということでアクを取り続けて今1時間ちょっとですね。もうだいぶアクも出てこなくなってきて、スープ自体もだいぶね結構白濁とはしてきたんですけど、こっからようやく本格的な煮出しに入ります。
今ちょっとね、あの見えやすいこと今火加減落としてるんですけど、これをもう一回マックスまで火力を上げて、かさが3分の1になるまで煮詰めます。今ここに10リッター入ってるんで、だいたい3リッターぐらいまで、でこの時表面に出てくるんですけど、骨がもうそれも気にせずどんどん強火でいっていいらしいです。でもちろん焦げつかんことこうやってかけ混ぜてあげながら、だいたい1時間半ぐらいでいくらしいですね。では1時間半後にスキップということで、無事炊き上がりましたんで、一度これをザルに上げて、ということでこちらがスープの、こちらがガラで、このガラの中にまだまだこういった大きな塊があるんですけど、こういった感じでこう亀裂が入ったりしてるので、こうやって砕いてあげて、本当はハンマーとかあったらいいんですけどね、金槌とかね。でもとりあえずこんな風に全部細かくなりましたんで、この2つ両方とも寸胴に戻して、んで再び水を加えて、またこうやってかぶる程度に、そしたらまた火にかけて最高火力で3分の1になるまで煮詰めます。あ、アクは取りながらね。んでまた3分の1まで煮詰まったら、もう一度これをこして、んでまた砕いて、んでこれまた戻して、んでまたかぶる程度のお水、んでまた火にかけて、最後もう一回3分の1になるくらいまで煮詰める。ということで3分の1まで煮詰まりましたので、これが最後のコシですね。ということで、こちらから1回目、2回目、3回目。でもやっぱ1回目のやつが一番なんか濃い感じがしますね。で、まだこの中小さい骨のかけらとかが入ってますんで、もう少し目の細かいザルでこしながら、これら3つを合わせて、いや、我ながらいい感じのスープが取れたんじゃないですか、これ。もう乳化しまくりですね。多分粘度というか、このもったり加減も多分ちょうどいい感じと思います。そしたら一度きれいにしたずんど、ずんどに移し替えといて、これはまた後ほどっていうところで、今チャーシューとスープが終わりましたんで、この後は返しを作って具材を切って麺を茹でて終わり。結構この3つババババッといきますんでね。で、ここの返しなんですけど、もう自分で書いたメモがもうこれ暗号なんですよね。多分なんですけど、醤油が2、今回は醤油は濃い口と薄口を半々で、そして酒が1、そしてみりんが1、そしてニンニクを皮ごと中に加えて、でちょっと細かくなるんですけど、今現在のこれの塩分濃度で言うと、美し醤油の塩分濃度が 18%、 濃い口が 16% なんで、今現在こっちの塩分濃度が 8.5%。 そしたら一度こちらを火にかけまして、沸騰してきましたら、この酒とみりんが煮切れるこのアルコールの香り、これがなくなるまでちょっと煮詰めて、アルコールの匂いが1005度になったら火を止めて、これにてベースの完成。で、今煮切り終わった状態で今測ったら 800cc ぐらいだったんで、今大体 11% ぐらいで、今回この豚骨スープが10、返しが1、こういった比率でスープを合わせていくんですけど、ラーメンスープの塩分濃度が大体 1.3% とかなので、返しは 13% ぐらいにしたいんですよね。で、今 11% ぐらいしかないので、あと 2% 分ぐらいをお塩で加えて、ごめんなさいね、すごい細かいでしょ。細かいんですけど、この塩分濃度がしっかり決まらないと、ラーメンが味気なかったりしょっぱかったりするんですよね。ちなみにこのスープ10、返しが1、で、返しの濃度が 13%。これ前回結構適当に噛んでやってたんですけど、どうやらこれ合ってるみたいです。ちょっと褒められました。で、塩が完全に溶け切ったら、これで完成。では、ここからこういったチャーシューなんかを切りつけていきましょうか。で、こういったバラ肉って繊維がこういう方向に入ってるんではなくて、こっち向きに繊維が入ってるので、こう切るんではなくこっち。
それはこうした水で戻したキクラゲのこういった硬い石突きの部分を落としてあげて、あとは食べやすい大きさに刻んであげて、そしたらあとは市販のメンマと紅生姜を添えて、これでトッピングの完成。そして忘れちゃいけないのが煎りごまとテーブル胡椒。本日はこういったラインナップでいきます。ちなみにこのチャーシューの端っこの部分は炊きたてのご飯に今回のチャーシューの煮汁、あとはネギ散らして一味唐辛子振れば炙りチャーシュー丼完成。それではここからいよいよ今回の肝の麺ですね。もう今回製麺所から買ってきました。こちら福岡のラームギ麺ってやつですね。結構コシが強くて伸びにくいのが特徴的な麺なんですけど、前回このラーメン丼にスープ張ってそこに麺を入れたんですよ。そしたら伸び伸びになっちゃって、ちょっと今回は替え玉形式でいこうかなと思います。んーで、このすり鉢にスープを作ると間違いなくぬるくなるので、ここに2玉ずつ全部茹でて、で横に合わせたスープを置いといて温めながら、そのスープをこの麺にかけながら食べるという感じにします。これなら伸びない&あったかく食べれるという結論に至りました。ということで茹で時間は30秒。んでここにこれ紹興酒って書かれてますけど、これ自家製ネギ油ですね。ちょっとくっつき防止に、ちょっと2玉じゃ多いですね。2玉半ぐらいでいいかな。しっかりと乾燥洗顔でラップまでかけて、これで準備完了。熱いね、汗びしゃびしゃや。そしたらここで最後スープを仕上げていきます。まず先ほどの返しが1杯んで、豚骨スープが10、これで豚骨スープ完成。ということで豚骨ラーメンセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。深夜閲覧中、いやこの動画深夜見ようかと辛いやろうね。一番ラーメンが食べたい時間帯ですもんね。で残念ながら今回のトッピング関係とか、あとチャーシュー丼とかが乗り切らなかったんで、ここが空いてきたら麺出せますね。ではこちら麺が冷めないうちにいただきます。間違いなく令和で一番染みた。あー、ほんならば早速いきますか。まずは麺を用意して、いやこれはたまらんね。ではまずスープが、待ってこれマジでお店の味なんやけど、なんか自分が作ったとは思えないぐらいお店レベルなんですけど、これわすげえ。あとウェーバーとかそういった感じのもの全く使ってないんですけど、入った瞬間のインパクトがすごいよ。ドーンとくるね。うわやべえ、マジでうまい。うわあかん、これすごい、マジでうま。あのこれ間違いなくこれまで作ったものの中で一番うまいですね。これイクラ丼を超えましたね。チャーシューが驚くほどうまい。
めちゃくちゃ美味しいけどさよならが早い。門限午後4時って感じ。なんこのスープマジで美味しいんですけど、僕今度から得意料理なんですかって言われたら僕は豚骨ラーメンって答えます。でちょっとマジで美味しい人でちょっと一旦普通に食事させてください。30時間ぶりの食事なもんで。今ちょっと時刻が深夜の3時なんですけど、この時間のラーメンは染みるね。まさに飲んだ後の締めって感じですね。まあ飲んではないんですけど、今日瓶ビールにすればよかったな。しくったな。で今回ちょっと迷ってたんですけど、今回のスープに関しては今日ちょこちょこ飲むとは思うんですけど、まあ会員まではせんでいいかなと。あの肝臓をぶっ壊しますんで、塩分が強すぎて。なんかスープ飲みたいなと思ったらちょこちょこと飲んで、まあスープもう飲まんでいいかなと思ったらもう飲まなくなって、なんかそういう楽な感じで今日行きます。あのいくらこんだけ美味しいものがあってもそれを美味しく食べる体がないとね、もう何も意味がありませんのでね。でこれほんまのガチレスをしていいですか。あの自分が炊いたからっていうそういう思い出も十分あると思うんですけど、でもそれを差し引いても僕このラーメンが1杯600円で近所にあったら多分毎日通うかも。いやマジで美味しいよ。やっぱうまいわ。マジでチャーシューが恐ろしいほど柔らかいですよね。今回のは大成功ですね。いややっぱキクラゲはうまいね。乾燥キクラゲだけあんまりね味はないけどね、食感が小気味良いわ。というところで結構スープも少なくなってきちゃったんで、ちょっと補充しましょうか。ね、人によっちゃこれ使えよって言われるかもしれないですけど、ちょっと動画的にちょっと汚いかなと思いまして。まあ動画ではでもお見せできないと思いますけど、内容的に。まあこれはあれかな、豚骨醤油鍋になるやつやな。じゃあとりあえずこの上を若干整理整頓したいので、せーの。まあまだ若干ごちゃっとしておりますが、あ、この中のスーパーは今向こうの鍋に入ってます。んでまだ全く関係ない話ですけど、まあ大体こんな風にこう積み上げるとね、おかんから怒られるよね。汚れる箇所が増えた言うて、まあ見栄え上ね。では続いてこのチャーシュー丼いきましょうか。このチャーシューでご飯を巻いて、やっぱこのチャーシューの端っこは端っこでね、しっかり味は追動し、ちょっと若干食感は生まれるし、なんだかんだチャーシューは一番端っこが美味しい気がする。多分ここに温泉卵を乗っけたら暴力的なうまさになりそう。卵買ってくれよかった。っていうところで一応折り返し地点には来てるんですけども、少しずつ麺が冷めてきた感があるんで、ちょっとまたペースを上げてババッとまず麺から食べちゃおうかなと思います。だからやっぱちょっと分離しちゃうんですよね。これあれなんですかね、あの返しとスープ合わせてからこう火にかけたらダメなんですかね。やっぱ食べる直前に合わせないかんのかな。もしあの詳しく食べちゃいましたらぜひあのコメントで教えてください。いやーラーメンは奥が深いわ。でここら辺のこの一番ぶっといチャーシュー乗っけて、んで豚骨ラーメンといえばのテーブル胡椒、やっぱこれは欠かせんよね。先ほどにも増して酒飲んだ後の締め感がすごいね。
チャーシュー一度このスープで温めて、でなおかつこの麺と一緒に持ち上げて、言わずもがなでうめえ。あとラスト1杯になっちまいましたね。いやていうかね、やっぱね麺が伸びてないっていいですね。いやほんと、まあ、実際茹でたての麺やったらこれのね多分25倍ぐらいもっと美味しいんでしょうけど、あ今軽くも酔っ払ってます。んでラスト1杯さ、トッピングがもう終わってもうて、もうチャーシューとかメンマとかクラゲなんもないんですよ。なので一応とりあえずスープだけ注いで、んでこの具なしラーメンで一度いただいて、んでね僕が中学校高校生ぐらいの時にずっと食べてたあの懐かしのトッピングをしていこうかなと思います。あこの麺がなくなったらきっとこれ共感してくれる方いらっしゃるはず、勝手に結構いっぱいいると思ってます。ということで、じゃあラストスパート、っていうところで麺が終わりましたんで、こっからが僕のお時間ですね。まあ我が家ものすごい厳しい家庭やったんで、中学校の時のお小遣いが2000円、高校生で3000円やったんですよ。で僕部活もしてたんで、なかなかねあのお金がなかったんですよね。だから部活後みんなでご飯を食べた時に、まあラーメンが足りないので豚骨ラーメン屋さんって卓上にごまと紅生姜胡椒は絶対置いてあるんですよ。でこの余ったスープ、替え玉を頼むお金がないと、だからごまをめっちゃ入れて、んで胡椒も振って、んでちょっと紅生姜添えて、これでお腹を満たすっていう、いやー懐かしい味がするね。ごちそうさまでした。いやー分かったね。で今回某有名豚骨ラーメン店のレシピ作ってみましたけど、半端なくうまかったね。あの今回のこのレシピどこのラーメン屋さんかって言われたらなかなかねあのお答えできないんですけど、もう個人的には今回大満足すぎちゃってっていう感じですね。いやーうまかった。あのまた次はねまた違うラーメン作りたいですね。まあ幸い我が家にはもう寸胴もあるし、うーっていうとこかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では